どっせマスクザフリモン TV。 はい、こんにちは、マロです。7月14日、現在ですね19時なんですけども、先日お話しした通りね、ようやくねあれが届きました。まあ動画を見られた方はもうご存知ですね。こちらです。はい、7月13日ね発売されたばかりの、最強ノイズキャンセリングイヤホン、ソニーのWF-1000XM3 でございます。名前がねすごい言いにくいですよね。 WF-1000XM3、 もうちょっとシンプルな名前にしてほしいですよね。なんかダミアンとかね。はい、というわけでですね、こちらソニーの WF-1000XM3 ようやく届きました。コメント欄でもですね、やっぱりパワービーツとこのソニーと悩んでる方いらっしゃって、もう待てないからこっち買っちゃったっていう人多いんですよね。まあ実際ね視聴しに行かれたりだとか、もう購入してね、まあ昨日届いてもう使い始めてる方もいらっしゃいます。でね、皆さんねやっぱり音が素晴らしいとすごくねいい評価されてますね。やっぱりソニーは音いいよと、僕もですねコメント欄ですごくおすすめされました、やっぱり。というわけでですね、ようやく届いたこいつをね、ちょっと試してみたいと思います。ではこのアップル製品以外でねこれだけワクワクするの結構久しぶりですね。よいしょー、袋だけちょっと取っときます。よいー、あ、箱もいいっすね。日本の家電っぽい入れ物をしてます。凝った箱っていうよりは僕らがすごく慣れ親しんだ箱。いやー、アップル以外でねこれだけね美味しいビニール食べたのはほんと久しぶりですね。ちょっとね塩が効いてます。それではですね、ソニーの最強ノイキャンイヤホン、ちょっと中身見ていきたいと思います。はい、それではですね、ドキドキのちょっと開封をしていきたいと思います。箱はどうやって開けるのかな。スライド式かな。あ、スライド式ですね。はい、このように。そして箱のここにね保証書がついてますね。よいしょ、なんか何この郵便的な保証書の入れ方、なんか新しいですね。はい、これは大事に取っておきましょう。そしてこちら本体ですね、ちょっと見ていきます。はい、このように箱にぎっちり詰まってます。今回ね色ブラック選んだんですけど、いや綺麗っすね、黒いいわ。ちょっとねソニーのヘッドホンの方ねホワイト選んだんで、今回はねブラックを選びました。ちょっと取り出していきます。はい、ケースはねこのように、ま、下が丸くて上がねゴールドの蓋になってます。しっとりねしてる質感で、うん、悪くないです、デザインも。はい、そしてこちらがイヤホン本体ですね。はい、このようなデザインになってます。これもマットな感じでかっこいいですね。でこのようにカナル型になってますね。普通にかっこいい。この黒とゴールドの組み合わせがすごくいいですね。うん、すごくマッチしててかっこいいです。他に中身がですね、はい、こちらイヤーピースですね。イヤーピースもサイズが豊富ですね。このように2種類ついてます。これも大事に取っておきましょう。そして、ケーブル、ケーブルはねかなり短いケーブルついてますね。こちら USB-A と、Type-C のケーブルですね。本体の充電は USB-C に対応してます。でこれはねソニーの WH-1000XM3ヘッドフォンの方も USB-C に対応しているので、まあ、同じなのは嬉しいですね。今ワイヤレスイヤホンもね充電がほとんどね USB-C になってきましたね。中身はざっくりねこんな感じですね。はい、それではちょっと本体しっかり見ていきたいと思います。まずこうやって開けますと、この赤い LED ついてますね。はい、ここにもついてます。このようにね閉じてもね若干見えるようになってます。こう赤く光ってますんでね、今本体が充電されてますよっていう感じですかね。そして中身を開けて取り出すと、はい、取り出すとですね青い LED が点滅して、まあ、電源が自動的にねオンになるみたいです。デザインは分かりますかね。すごくねしっとりしたデザインしてますね。マットでかっこいいです。ケツのにぶち込んだら気持ちよさそうですね。でこちらの丸いところが、タッチパネルになってますね。でこちら赤い方がね右側なんですけども、
こっちの右側でね、曲のスキップだとか停止ができて、でこっちの左側のタッチパネルでね、ノイズキャンセリングのコントロールができます。外部の音を取り込んだりとか、ノイズキャンセルのね機能をオフにしたり、まあそういった操作ができますね。そしてケースの中を開けると、このように右左どちらにねしまったらいいのか書いてます。これ嬉しいですね。 AirPods ってね、なんか形状似たような感じやから、右左どっちかなって言って入れ間違えることちょいちょいあるんですよね。これだったらね、マークを合わせてこうやって入れるだけなので、まあ比較的わかりやすいかな。ちょっと優しいですね。で、ケースにしまうときね、磁力がしっかりね、イヤホン本体引っ張ってくれるので、こうやってスムーズにバチッと収納することができます。取り出すときはですね、ちょっと真ん中に指を入れてこうやって持ち上げる感じなんですけど、ちょっとね、ここが窮屈ですからね、焦ってね、取り出すときにちょっと引っかかってね、ポロッと落とさないように注意がいるかなと思います。そしてですね、こっちの外側にマイクと、内側のここにですね、マイクがついてるんですけども、これがですね、デュアルノイズセンサーテクノロジーということで、2つのマイクでノイズを収音してね、打ち消すシステムらしくて、これがね、ノイズキャンセルにすごく貢献してるということなんですね。そして本体の内部にですね、QN1E というノイズキャンセリングプロセッサーが入っていて、これがですね、ヘッドホンの WH-1000XM3、 これに入ってるノイズキャンセリングプロセッサーを、まあ、ワイヤレスイヤホン用にね、最適したものというわけなんですね。まあ、ですからね、非常に評価の高いノイキャンのヘッドホンと同等レベルのね、ノイズキャンセルが、まあ、体感できるということみたいなんですけど、デザインはね、すごくソニーらしくていいですね。そんな派手さがないというか、直線とね、この曲線がうまいことマッチしてるような、普通にかっこいいですね。そしてですね、イヤホン本体に、まあ、ボタンがね、一切ございません。でちょっと説明書読んだら、これね、曲の停止とかスキップはできるんですけど、本体でね音量操作できないみたいなんですよ。だから音量操作は、ね、スマートフォンなどのねデバイスの方でお願いしますと記載されてます。ここだけちょっと残念かな。やっぱタッチ操作にするとね、こういうところでちょっと弊害が出てきますね。うん、少し残念。はい、それではですね、ちょっと重さ測ってみたいと思います。まずケースと本体込みの重さですと、だいたい 92g、まあこんなもんですかね。そしてイヤホン本体だけですと、16.5g、まあ、持ってみると全然ずっしりはしないですね。はい、そして AirPods でございます。こちらはですね、ケースとイヤホン込みだと 46.5g、 あ、やっぱ軽いわ。うん、ズバ抜けて軽いですね。でイヤホン本体だけですと 8g、片方 4g ですから、もう激軽ですね。このストレスのない付け心地がよくわかる、素晴らしいです。比較になりませんね。もう圧倒的に軽いです、 AirPods の方が。大きさはですね、まあケースの面積が倍ぐらいあるかな。で少しね、厚みも 1.5 倍ぐらいありそうなんで、まあでもこれぐらいだったらね、全然ポケットに入るかなっていう感じですね。うん、上にソニーとロゴが入ってます。そしてこちら BOSE のサウンドスポートフリーワイヤレス、まあ重さの比較対象はこっちですかね。はい、BOSE の方がですね、101g、うん、やっぱりちょっと重たいですね。 10g ぐらい重たいです。そして本体だけですと 19g、 本体も若干重たいですね。まあ気にならないレベルでしょうけど、そしてですね、本体の大きさを比べてみると、まあちょっと BOSE の方がぷっくりしてるかなっていう印象です。ちょっと丸まって厚みがある分ね、少しゴツッとした印象が BOSE にはありますね。ソニーの方はね、ノイズキャンセリングが入ってることを加味すると、まあ少しスマートかなと思います。はい、それではですね、実際にちょっとペアリングの方をしてみたいと思います。今回はですね、NFC という機能がついてまして、それを実験するためにちょっと Galaxy Note とペアリングをしてみたいと思います。でこの NFC って何ぞやって言うと、こちらわかります？こちらケースにね、 N マークがついてるんですけども、これと対応機種を近づけると、まあ、ペアリングができるというシステムなんですね。これ iPhone はね、対応してないんですよ。で、Galaxy の背面見ていただきますとわかりますかね。ここに、真ん中にマークがついてるの、これ、これがですね、 NFC 対応の、まあ、デバイスには、このマークがついてますので、さっきの N マークと近づけると、まあ、ペアリングができるというわけなんですね。まあ、AirPods とかだと蓋開くだけでね、ペアリングができちゃうんで、まあ、それに対抗するような機能になってるんじゃないでしょうか。まずイヤホン本体を取り出すと、自動的に、ね、電源が入ります。そしてこの認証マークをね、ちょっと近づけてみたいと思います。タッチ、タッチ、ここにタッチ、あー、お、すごい、
はい、こちらにですね Bluetooth デバイス WF1000XM3 をペアリングしますかと出てきました。これではいにしてみましょう。よいしょ、ここにペアリング中って今出てますね。こちらにですねペアリング済みデバイスとしてこちら WF1000XM3 登録されました、認証されました。あ、便利じゃないですかこれ、素晴らしい。まあ AirPods までとはいかないですけどね、いいじゃないですか、こう近づけてね認証できるっていうのはこれは素晴らしい。はい、というわけでですね設定が終わりましたんで実際に音楽聴いてみたいと思います。ちょっとね AirPods と比較するために接続を iPhone に切り替えました。これでねちょっと AirPods とか他のイヤホンとまあ音質をねちょっと比べてみたいと思います。装着はね耳にこう回しながら入れてチップがね奥にしっかり刺さったら OK みたいです。はい、ちょっと見えますかね、こんな感じでちょっと取り付けたんですけども、こういう時ね仮面つけてたらねすごい分かりにくいのでちょっと申し訳ないです。コメントで怒られそうですね。はい、で今ねノイズキャンセルオンにしてるんですけども、いやー雑音消えましたね。うん、スッと周りのサワサワっとした音とか、今僕ねあの換気扇つけてるんですけども、換気扇の音とかは綺麗に消えましたね。でエアコンの音もすごく消えてます。この部屋の中だったらねザワザワっとした音がもう一切消えて本当無音になってますね。それではね音楽聴いてみたいと思います。右側のタッチパネルをワンタップすると、音楽が再生されます。で今音楽を聴いてます。あーなるほどなるほど、あの音めちゃくちゃ綺麗です。いやこれは素晴らしいわ。あのねボーカルの声がめっちゃ綺麗、すっごい綺麗で音がねめちゃくちゃくっきりしてる、すごくねシャキッとした音で、低音はねかなりマイルドですね。どっちかというとすごくバランスのいい音です。うん、けど高音も中音も低音もすごくバランスが良くて、それぞれが全然邪魔してない感じ。そしてこちらのヘッドフォンコネクトアプリでさらに便利に使うことができます。アダプティブサウンドコントロール、これはですね自分の今置かれている環境、例えば歩いているのか走っているのか止まっているのか、それに応じて自動的にねノイズキャンセルのレベルをコントロールしてくれます。例えば歩いている時だったら車の音とか聞こえないと危ないので、まあ、少しねノイズキャンセルを軽減させてくれるような、そういった自分の行動に合わせて自動的にねノイズキャンセルを調整してくれます。そしてイコライザー、音質もちろんいいんですが、こちらのイコライザーでね自分好みの音に調整することもできます。まあソニーのねイコライザーはかなり優秀と言われてますの で僕も実際使ってみたんですが、プリセットだけでも十分にね自分好みの音に調整することができます。そしてこちらのアプリからね音楽をまあ再生したり停止したりする操作もできますね。あとこちらの DSE HX、 転送された音楽をですねハイレゾ相当にアップスケーリングする機能がついてます。今回こちらのね WF1000XM3 はあのコーデックがね SBC と AAC、 こちら2つ対応になってます。でソニーってね結構コーデックにすごいこだわってて、まあ、LDAC っていうねソニー独自の、まあ、ハイレゾ相当の音源も、まあ、転送できるような高品質なコーデックを、まあ、自社でね作ってるんですけども、まあ、それぐらいすごくこだわってるんですよね。ただ今回はですね AAC という、まあ、iPhone とかに搭載されているような一般的なコーデックしか対応していません。これはね高品質なコーデックだとどうしてもバッテリー消費が大きいみたいなので、今回はですねこちら一般的な AAC とか SBC に対応しております。まあ、それでも十分いい音ですねこれ。ただねソニーファンは残念に思ってる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。こちらのアプリでね音質だとか細かい設定をね行うことができます。はい、というわけでですね実際にこちらソニーのイヤホン使ってみました。まず音質なんですけどもう文句ないです。個人的にはねパワービーツ3を超えましたね。まあ今現在持ってるワイヤレスイヤホンの中ではもう間違いなく1番です。でどこがいいかっていうと、まず中高音域、これが非常にクリアで鮮明ですね。すごくね音がくっきりしてて輪郭がはっきりしてます。で思ったのが AirPods とか他のワイヤレスイヤホンで気づかない音に結構気づきますね。ここのギターってこんな感じになってたんだっていう風にねしっかり聞き取れるんですよ。で音もねごちゃっとしてなくて、あの一つ一つの楽器の音がすごく際立ってるんですよね。なんか重なり合ってるっていうよりはすごく立体的に聞こえます。あとはねボーカルの声がすごく綺麗、他の楽器にね全然干渉されてないというか邪魔されてないというか、音の響き方とかね余韻が素晴らしい。ドラムのシンバルとかハイハット、そしてボーカルのね息継ぎなんかのスッと抜けるような感じ、あれがね綺麗に響いてくれるんですよね。この部分は感動
しましたね。で低音なんですけども、ソニー独特のね音ってよくドンシャリって言うんですが、低音はね比較的マイルドです。こっちのねヘッドホンの方が結構ね低音強烈だったので、まあ同じような感じなのかなと思ったんですけども、ちょっと別物でしたね。どっちかというとドンシャリのシャリに近いような音質になってます。ですけど迫力全然ないことなくて、しっかり聞いてます。で音に厚みを持たせてくれます。この迫力と他の音にね干渉しないうまいところで迫力をしっかり保ってくれてます。ちょっと気になるところは、まあ高音域とかをね綺麗に今響かせようとチューニングしてるせいか、少しね高い音がキンキンするところがありますね。さっきのドラムのシンバルとか、まあ、息継ぎの時にもシュッっていう音があるじゃないですか。あれがね少し気になるというか、まあ、ちょっと強調されてるというかね、まあ、気にする人にとっては少し不快に感じるかもしれません。で音楽だけじゃなく、まあ、YouTube とか Netflix、 そして Hulu で動画も視聴してみました。で動画の音も非常に素晴らしいです。音楽だけじゃなく幅広いコンテンツを楽しめるような音になってます。特に映画とか動画なんかね、人の声がすごく聞き取りやすいんですよね。でもしっかり BGM とか効果音も、まあ、ごちゃっと混ざるんじゃなくて別々にしっかり聞こえるところが素晴らしいです。まあ、動画コンテンツもねしっかり楽しめるような音作りになってます。これはね予想以上の出来でした。ノイズキャンセルもやっぱり素晴らしいですね。しっかり雑音がカットされてます。背後からね車が迫ってきても全然気づきませんでした。ちょっと怖いくらいです。こうザワザワっとした音はスッと消えるような感じですね。ただこっちの WH と比べるとそこまでではなかったです。こっちの方が強烈です。まあヘッドホンとイヤホンなんでね、そもそも形状が全く違うので、こっち耳完全に覆うわけですし、まあそういった部分はあると思うんですけど、こっちのヘッドホンはね空間が変わったんじゃないかっていうぐらい強烈です。まあさすがにそこまではいかなかったですね。こっちはね でもこっちはねどんな音でもカットするっていう感じなんですけど、こっちの WF は何でもかんでもカットするんじゃなくて、もうザワザワっとした雑音をしっかりカットするっていう、まあ不必要な音をカットするっていう、そんな印象ですね。ただねあの左の方なんですけど、左の方のねタッチパネルをこうやって指で覆うと、クイックアテンションモードっていって、指を置いてる間は外の音を拾ってくれるんですよね。これ WH にもついてるんですけど、この機能に関してはイヤホンの方が優秀でした。例えばこれつけたままレジに行ってお会計する時も、こっちだとねちょっと微妙なんですけど、あのこっちのイヤホンの方がね人の声がすごく入ってきやすいというか、まあ優秀かなと思いました。そして装着感なんですが、装着感もいいです。イヤーチップを自分の目に合うものを選ぶとしっかり貼り付いてくれます。頭をねこうやって振ってもずれたりすることなかったです。ただねちょっとでも小さめのイヤーチップだとあの結構ずれちゃいますね。だからしっかり耳に合うものを選ばないとずれやすいです。で圧迫感もね他のモデルに比べると非常にマイルドになってます。ですからそんなにストレスは感じませんでした。そして遅延に関して、遅延はですねこちらの AirPods、 これが iPhone とやっぱ組み合わせて優秀だったのでこちらと比較したんですけども、YouTube や Netflix、Hulu ではもう遅延ほとんどね大差ないです。感じられませんでした。こちらのソニーもですねめちゃくちゃ優秀です。まあ、ないことはないです。若干遅れてるなっていう感じはするんですけども、許容範囲ですね。逆に今のワイヤレスはこれ以上遅延なくすのは無理なんじゃないぐらい、ソニーは優秀でした。ただゲームを少しプレイしてみたんですが、ゲームに関しては AirPods 2の方が優秀でした。ソニーの方はやっぱりワンテンポね遅れちゃいます。こちら現行モデルの AirPods は、まあ、以前のモデルと比べてねゲームの遅延が 30% 軽減されてますので、それがしっかり聞いてますね。ゲームに関しては AirPods の方が優秀。ただねこっちのソニーはね全モデルの AirPods くらいかなと思っていただければいいかなと思います。まあ、動画映画では問題なく使えます。で通話に関してですが、これもねマイクかなり優秀でした。相手に声もしっかり届きますし、逆に相手の声もねめちゃくちゃ聞き取りやすいです。通話してる相手もね違和感全然ないと言ってました。まあ電話でもねすごく快適に使えたと思ってます。今度はねあの逆に気になるところなんですけど、やっぱりね音量操作が本体でできないのはもったいない。クオリティがね申し分ないだけに本当残念です。そして左側のタッチパネル、こっちでねノイズキャンセリングの機能を切り替えるんですが、操作感も良くて感度もいいんですが、ちょっとねズレを直そうと触れるとねノイズキャンセリングの機能が切り替わっちゃうので、ここがちょっと鬱陶しい。まあ、ですから左側はねタッチパネルじゃなくてボタンの方が使いやすかったかなと思います。そしてまあボタンでねあの音量操作をできるようにしたらまあ完璧だったかなと思います。あとはねクオリティが高いだけにもう防水機能ついてないのがほんともったいない。この音質でね、まあ、雨とかね運動とかも気にせずやりたいっすね。防水機能もついてたらもう最高だったと思います。もう3万超えても僕買いますね。
ということでですね、まだ1日も経ってないので、まあ、ファーストインプレッションっていう感じなんですけど、まあ、全体的な感想としてはね、予想以上でした。まあ、音楽をね、純粋に楽しむだけでも価値ありだと思います。やっぱりね、あのソニーうまいっすね。こうやって音楽をね、すごく楽しめるような音作りしっかりしてます。もう他にもね、もっと高音質のモデルあるんでしょうが、やっぱり幅広いね、ジャンルが楽しめるような音作りになってますね。すごく聴いてて楽しい。パワービーツプロでこの音超えるのね、ちょっと難しいんじゃないかなと思うくらい、まあそれくらいよくできてます。まあただね、音質っても人の好みによる部分もすごく強いので、まあ、万人に受けるねモデルってなかなかないんですけど、まあこれに関してはね、多くの人が高音質じゃんっていう評価するような音作りになっていると感じました。いやー、パワービーツプロ出なくてね、やけくそで買ったんですけど、予想以上にね、いい買いもしましたね。というわけですね、ようやく届いたソニーの WF-1000XM3、レビューしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。まだ1日しか経ってないのでね、まあファーストインプレッションって感じなんですけど、まだね全然伝えきれてません。なのでですね、もうちょっと使い込んでから、今回ね伝えれなかったことを追ってレビューしたいなと思ってます。いやでもね、コメント欄の評価通りね、本当に素晴らしい製品でした。ワイヤレスイヤホンがここまで来てるのかとちょっとびっくりしましたね。まあパワービーツね、同等かそれ以上にね楽しめるモデルになってるかもしれません。またプロがね届きましたら、比較のレビューもねさせていただきたいと思います。参考になりましたら高評価、チャンネル登録の方をお願いいたします。それではまた次回の動画に回すように来てください。バイオキ。